あの人の現在、松井ジュリナの現在、花草騒動の真相も明らかに。元 SKE48 のメンバーであり、AKB48 も兼任していた松井ジュリナさん。4月にグループ卒業を発表し、現在はソロ活動へ転身されていますね。そんな松井ジュリナさんの現在や花草騒動について調べてみました。花草騒動の真相。子供の頃から評判だった容姿、子供には見えないほど大人びた雰囲気を持たれている松井ジュリナさん。そんな松井ジュリナさんにとって汚点とも言える騒動があります。それが花草騒動です。2018年に行われた総選挙1位となった松井ジュリナさん。1位になったことに対するお礼など長時間にわたるスピーチをされており、その映像がずっと放送されていました。しかし、この映像で映っていた松井ジュリナさんの鼻に鼻くそがついたままだったんです。このためスピーチの内容が頭に入ってこない、スピーチより鼻くそが気になるといった内容が総選挙の映像終了後から話題となりました。そしてその後すぐに休業を発表された松井ジュリナさん。この休業理由には鼻くそ騒動が絡んでいるのではと噂されていました。事務所から発表された理由によると、過呼吸になり倒れることなどがあるため治療に専念するとのものでした。しかし実際は鼻くそ騒動により精神が病んでしまい、うつ病になってしまったのではと思われたようなんです。松井ジュリナさんに関しては昔からパワハラ、うつ病、パニック障害といった噂があったようで、今回の鼻くそ騒動によりそれがエスカレートしてしまい休業に至ったとみられたようです。あくまでもファンの推測にしか過ぎませんが、タイミング的にも疑われてしまったようです。事実はご本人や関係者の方にしか分かりませんが、もし鼻くそ騒動によりそうなってしまったのなら生理現象によるもので、本人にもどうしようもないことだっただけに、なんだかかわいそうですね。現在、2021年4月にSKE48 から卒業した松井ジュリナさん。卒業後の5月には自身の公式ファンクラブをジュリナファミリーを開設。週刊スパにも単独掲載やデカ盛りハンターなどに出演。プロレスリングノア中継や炎の体育会 TV といったスポーツ関係の番組に出演されています。最近のものではPS 純金にも出演されるなど、ソロへ転身後も着々とお仕事はされているようです。また、Twitter や Instagram、TikTok でアカウントも開設。そちらも頻繁に更新されているようです。さらに YouTube でも、ジュリナ松井公式チャンネルを開設され、日々の松井ジュリナさんを知れるようになっています。ファンとしては、嬉しいサービスのようなものですね。テレビでは見れない姿を SNS だからこそ見れる松井ジュリナさんの顔だったりが SNS のいいところでもありますね。ソロ転身後はバラエティ番組がメインですが、いつか女優をしている松井ジュリナさんも見てみたいですね。